竹尾温泉は、佐賀温泉水を利用した化粧水も製造されている。楼門から見たもと言うと、新館新館竹尾温泉楼門は、新館とともに国の重要文化財に指定されており、温泉街のシンボルである。両者とも1914年4月12日に、完成祝賀会が開かれた、辰野の金吾の設計によるものである。門を入ると、資料館である。 竹尾温泉新館と口述する共同浴場及び貸切風呂がある。新館は1973年までは共同浴場であった。2003年3月に新館が復元され、老門とともに2005年7月22日に重要文化財に指定された。共同浴場は3件存在するの3件である。また、鍋島市専用の浴場であった施設が存在し、 貸し切り風呂として入浴できる。である。貸し切り風呂は他にも塚崎邸が存在する。旅館は17軒存在する。温泉街では春と夏に祭りがある。また、周辺には釜本も多く、毎月陶器市が開催される。平家湯は約1200年前である。伝説によると、神宮皇后が外線のと、立ちの柄で岩を一月したところ、立ちろに、 湯が湧き出たと言われており、よって、昔は、塚崎温泉と呼ばれていた。また、蓬来山の麓に湧くことから蓬来泉とも呼ばれていたという。また、嬉野と同じく、この竹尾も非前国風土器にその名が登場する。戦国時代、龍造寺氏が西非前へ進行する際、龍造寺長信が竹尾温泉の利用に関与していたことが知られている。 豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に負傷兵士の杜氏場として利用したと言われる。江戸時代は街道の宿場町としても栄え、幕末には長崎を往来した金納志士や文虎らが盛んにこの湯を訪れたという。著名な人物を挙げると佐賀藩城主の鍋島氏、江戸時代初期には伊達政宗、宮本武蔵がまた幕末には シーボルと吉田松陰らが入党したと言われる。戦後は嬉野温泉とともに歓楽温泉としての道を進んだこともあったが、今日ではその傾向は薄い。その落ち着いた静かな佇まいからお忍びで訪れる芸能人などの著名人も多いと言われている。最近は観光地としての開発が盛んで、様々な観光施設やモニュメントが設けられている。 A.B. 渡辺正隆、老門と新幹総研100周年を祝賀竹を、毎日新聞中村智博、中世九州の温泉と権力、交通、ありがとうございます。